今日は久々に近況報告やっちゃうよ。こんにちは、ももかです。はい、ということで私ももか、なんと今さっきまで、ほんと10分前まで、あの友達が私の家に来てね、遊んでたんですよ。はい、まあ、あの幼馴染の子と遊んでて、今さっき帰ったって感じで今撮影をしております。それでね、その友達と遊んでいる様子はまたあの近々動画でも見れると思いますので、ぜひお楽しみ、まあ、私ももかの夏休みの日に密着みたいな動画でね、ちら映りすると思います。で、ちなみにその子と遊んでる時にちょっと今日 TikTok をね、一緒に撮ってもらってあげたんですけど、超可愛いと評判だったので、ぜひね TikTok まだ見てない方は見てください。なんかね、幼稚園の頃から仲いい友達で、今でもね、あの親も仲良くって、はい、遊んだりしてます。ということで本日も7月も終わりということで、久々に近況報告動画、イエイ。ということで、まあ夏休みいろいろあったので、その話をしていけたらなと思います。それでは行ってみよう。まず、皆さん夏休みは楽しんでおりますか？はい、私ももかね、夏休み大満喫しておりますよ、本当に。なんならもうあの、今までの夏休みで一番なんか充実してんじゃないかって、まあ私の今の記憶上ね、思うぐらい、すごい今はね、もう楽しいでございます。なんか私個人的になんかその予定がいっぱい詰まってる方がね、好きなんですよ。なんかもう、ちょっとでもなんか一日ぐだーっとした日があったとしたら、なんか、ちょっと罪悪感があるっていうか、寝る時とかにね。なんかもうだったら一日もぐーっとか撮影して、撮影終わったら友達と遊ぶみたいな、全部予定が詰まってる方がなんか私的に満足するタイプなので、もうなんか夏休み、まあ後半はまだあんまないんですけど、前半の方はね、もうめっちゃ予定、みんなと遊ぶ約束とか入れて、はい、満喫しておりました。なんならね、最近結構やっぱ夏休みあるあるで、夜型になっちゃってたんですよ。あの朝遅く起きて、まあ朝1時ぐらい、まあ、12時ぐらいに起きて、2時とか3時に寝るみたいな、もう最悪な生活をしてまして、さすがにやっぱね、その生活をずっとしてるとマジもったいないなっていうか、まあ、そんなゆっくり起きたらさ、またその1日過ごせる時間も少なくなるわけじゃん、すぐ夜になっちゃうからさ。だからそれマジでもったいないなっていつもこの罪悪感に浸ってたので、ちょっとね、まあ学校みたいにね、7時に起きる6時に起きるとかいいんですよ。若干まあ8時とか9時に起きれるようにしたいなーと思って、ちょっと最近直すよう頑張ってます。ちなみに今日なんと朝8時半に目が覚めました。そっからまあちょっと30分ダラダラスマホいじって9時に下に降りたという、もう最高でした。もうそして家族の中で一番最初に起きたので、もうこのシャッター開けて犬たちをこうトイレに出してみたいな。で、犬のね、朝ごはんがあるね、マルちゃんたちに朝ごはん作ってドッグフードをふやかすんですよ、マルミで。ふやかして、そのお湯の、あのふやかすための沸騰させたお湯の残りをこうマグカップに入れて白湯として飲むみたいな、ちょっとなんか充実した日を送りました。ということで、夏休み若干ね、夜更かししすぎも良くないなということで、生活リズムを戻したよって話。まあまたすぐ戻りそうな気もするけど、それはないように頑張ります。続きまして、まあ夏休み皆さんどうって聞いたんですけど、私ももかなんと念願の大型犬カフェ行ってきました。で、その日の様子を動画にねしようと思ったんですけど、なんかあの胴一本になるほどではなかったので、今日この近況報告の中でその様子をお届けできたらなと思います。ということで、とりあえずまずその時の様子をどうぞ。着きました。じゃーん、家から1時間くらいかかりましたね。やばい、超楽しみなんだけど。見て、なんとちゃんとコロコロがある。今日は友達と一緒に来ました。イエー、やばい、楽しみ。かわいい。ちばちゃんとかね。うん、結構いっぱいあるじゃん。めっちゃ可愛い。
かわいい。猫、猫はいはいはい。かわいい。ナース、そんなすみかいてた。すみかい。あ、来たな、おいで。クリスマスセンターで。ということで、まあね、今回リア友と一緒に行ったんですけども、まあ、リア友のママとうちのママとで一緒に行ったんですけど、もうめちゃめちゃね、良かったですね。で、なんかこれ、実は裏話があって、もうそこ、なんか私 TikTok で見かけて行きたいなと思って行ったんですよ。なんですけども、めちゃめちゃ人気で、なんかそのお店がね、グランムーさんが、前日予約しかできないんですよ。そう。予約制で、なんか、一日何人までみたいな。何時からはこの何人まで。で、何時からは何人までみたいな。これ何部が、一部、二部、三部みたいな感じで分かれてて。前日の6時に予約が取れるようになるんですよ。で、我が家めちゃめちゃその6時になる、もう5時59分とかから、カウントダウンして10。キューと言いながらスマホ構えてさ、めっちゃスタンバってたんですけど、そもそもね、日付押せない、この日に行きたいっていう日が押せなくって、混雑してさ、繋がんなくって。で、めちゃめちゃ粘って、20分ぐらいにやっと入れたんですけど、もうその時ね、もうほんと最後の部、一番ラストの部でして、まあ、それがギリギリ取れたって感じでした。まあ、最後の部取れただけでもラッキーだったのかな。それでやっぱ行ってみたんですけど、なんかね、最初入った時にワンちゃんたちもやっぱみんな疲れちゃってさ、もういろんな方の相手してるわけじゃん。だからみんなもう爆睡してたの、みんなもうこう地面にバラーンってさ。で、寝ちゃってんじゃんみたいな、みんなで笑ってたんだけど、入ったら入ったら意外とみんなこうわちゃわちゃこうじゃれ合ってさ、なんかみんな仲いい感じなのよ、一緒にこう育ってったから。だからさ、すごいじゃれ合って、すごいやっぱ幸せな空間でしたね。ということで、大型犬カフェ最高でした。ということで、最後に私ももかなんと久々にショートが爆バズりしました。見てくれた方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、私ももかがね、最近あげたショートがめちゃめちゃありがたいことにバズったんですよ。あいーやドゥ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 っていうさ、変身するやつ、すっぴんから、あれがありがたいことにめちゃめちゃバズって、なんと現在183万回再生です。最初やっばいペースで増えてたんですけど、今でもなんか1日10万回ぐらいのペースで増えてて、なんかビビってます、さすがに。しかもなんかコメントもなんか優しいんだよね、なんかね、もともと可愛いから変わってないみたいな、なんかすごいなんか嬉しいコメントがいっぱいあって、だからまたね、ちょっと、しかもこの時ちょっとなんとなく私納得いってなかったんですよ、これが。なんでかっていうと、最初は照明焚いてなかったのに、途中から照明を焚き出したりとか、ちょっとね、いろいろね、ヘマこかしたので、ちょっともう一回ね、夏休み中にやりたいなっていうか、リベンジしたいなーと思ってるんですけど、なんでまたできたらやりたいなと思ってますので、まだ見てないよって方は、このショート、見てください。で、このショートがきっかけでね、夏休みも開始早々、すごくチャンネル登録者数も伸びもね、順調でして、ほんとありがたいことにめちゃめちゃ嬉しいでございます。この前30万に行ったばっかだと思うんですけど、現在30万5000人増えております。もうほんとありがとうございます。嬉しい。まあ、こちらをモチベに今後も頑張っていきたいと思います。まあ、この爆バズりしてるっていうのをちょっと思い出したんですけど、逆にね、死ぬほど見られてない動画紹介しておきますね、一応ね、一応。はい、その名も愛犬との絆が強すぎて泣けてきた丸麦ドッキリ。これちょっとここ最近ではね、聞くほど見られてないですね。ちょっと久々に、なんか以前は結構好評だったんですよ。以前好評だったんですけど、ちょっと久々に丸麦ドッキリやったら滑ったということで、ぜひまだ見てない方はぜひ一回でも開いて見てくれたら嬉しいです。結構ほんと面白いね、普通にね。やっぱね、犬系の動画はやっぱ興味ない人も多いので、クリック率、みんながこう、サムネ見てこう、押すっていう率はそんな高くはないんですけど、逆に平均の視聴時間っていうのがめちゃめちゃ長いので、まあそれほど、まあ質はいいんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてください。もう本当に面白いから見てほしい。ということで、そんな感じかな。チャンネル登録してね。はい、ということで今回はもう7月も終了ということで、夏休み始まって私もかこんな感じで楽しんでるよーというのをお届けしました。いかがだったでしょうか。もう残りもね、まあ、約1ヶ月ぐらいありますけど、ほんとぼーっとしてたらすぐ終わっちゃうので、もうほんとこの時間を大事に使いたいと思います。ということで、皆さん夏休みの予定は順調ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。ちなみに夏休みということで、ネイル自分でやりました。